今回ハウトゥーする技はノーリーサブロックショービットとフェイキーサブロックショービットです。で、まずノーリーの方のスタンスからいきます。ノーリーが基本こんな感じですね。この左足の方は結構がっつり踏んじゃってっていうか置く感じでいいと思います。べったりつく感じ。私レギュラーなんですけどね、本来はレギュラーなんですけど、今回ノーリーサブロックショービットっていうことで左足で踏むっていうか左足が軸になるんですけど、左足はベタ踏みで、で右足、はい、右足の方はなんていうんですかね、スタンスは多分どこら辺でもいいと思います。基本僕は真ん中っていうかこのデッキのこの中心あたりに足を置くように、つま先を置くようにしています。なぜかというと、この回転させるときにこっち奥に深めに置くより、こっちの方がなんていうんですかね、回すのを助けられるっていうか、助けやすい、回してあげやすい、補助が入りやすいと思うんで、僕はこの辺ですね。回し方、はい、次は回し方いきますね。まあこっち足で、軸はこっち足になるんですけど、形、足の動きを真似するとですねごめんなさい、左足をこの辺内側にこう持っていく、なんていうんですか、えぐる感じでしゃくるっていうんですかね、しゃくるんですけど、ショービットの延長、踏み足はショービットの延長を意識してくれればいいと思います。例えばショービットが、ノーリーショービットがこの辺までしゃくってできるなら、サブロックショービットはこの辺までしゃくると多分回ってくれると思います。その時にこのすり足の方は回転に合わせてこの辺まで補助入れてあげれば、多分あとは回ってくれると思うんで、動き的にはこういう動きなんですよね。ここにある足と足が空中でこの辺にこう来るように動かしてあげればいいと思います。はい、それでは次はフェイキーサブロックショービットの説明です。まあ僕はグーフィーなんですけど、フェイキーはこっち、進行方向こっちで若干つま先出すぐらいですね。人差し指がちょっとデッキからはみ出るぐらい、親指はこのデッキと延長線上でいいと思います。で、前こっち足はもうフェイキーの場合こっちに力結構入ると思うんで、なんていうのかな、支えてるだけって感じで、狭すぎると半回転しちゃうんで、このビスちょい後ろぐらいがいいと思います。こんな感じで、で回し方はこう進んで、まし、こう下にこうやってえぐっちゃうとデッキが止まっちゃって体が前行っちゃうんで、若干進みながらこういう切り方をしてください。フェイキー普通のショービットみたいにこうえぐっちゃうとどうしても回りながらこうなっちゃうんで、そのまんまちょっと噛んでこう回してあげると半回転しないでこう回ってくれます。
で、その時に前足は上げすぎないし、当たったら止まっちゃうんで、こうやった時にちょっと上げとくぐらい、いつでもキャッチできる位置に置いとくと終わった時のキャッチが楽になると思います。着地は後ろからトントンって乗った方が多分いいと思うんで、こう前から乗っちゃうとこうなっちゃったりするんで、一緒かちょっとこんな感じがいいと思います。なんかそんなもんすよ、うん、じゃあやってみましょう。